皆さんこんばんは。今日はですね、NMB48 の麻雀というゲームがあって、そちらのね、プレイ動画というのはもう以前すでにお送りしているので、その初めて、そもそもこの iPad でプレイしているんですが、 iPad の取り込み方がわからないところから始まってね、カメラで手持ちで実況するっていうところから始まって、それだとさすがにあまりにも見づらかったんで、リテイクというかですね、キャプチャー版をもう一度作り、でその後ねガチャの紹介っていうのも一応別動画でね、お送りしました。で今日はですね、タイトルにもあると思うんですが、このゲームをね私、半月ぐらいですかね、20日ぐらいやって、大体仕組みが分かってきたので、今からねこのゲームをやる方とかね、このゲームをやってるんだけど、どういうふうに攻略を進めていけばいいんだろうかとかね、あと課金した方がいいのかなとかですね、麻雀の腕を上げなきゃいけないのかな、うんぬんという疑問がある方に向けて、このゲームをこう無課金でですね、ある程度楽しむ、秘訣というかですね、私なりに発見した、ちょっとした、ね、ヒントをね、この時間にご紹介したいかなというふうに思います。でですね、大体この辺のね、この手の基本無料で課金ゲーム、ガチャゲームっていうものは、大体仕組みがね、麻雀だろうが、音ゲーだろうが、大体決まってて、そのイベントをやっていると。で、そのイベントで上位の成績を取ると、何かしらね、大体はカードだったりしますが、もらえると。で、カードをもらって、こう、満足感に浸るもよし、コレクションしてね、満足するもよし、そのカードを使って、さらにね、強くして、次のイベントに備えると。でどんどんこうより強くより強く1番を目指していくぞという方もいるだろうし、1位は目指さなくてもね、カードを集められればいいやみたいな、私みたいな方もいるかとは思うんですが、今ねちょうどこの推しメンイベントとイベント開催中ですよね。でこちらの概要をちょっとね説明したいと思うんですが、麻雀をプレイすることで、その毎回設定した推しメンさんのアイドルさんのポイントを手に入れることができるんですね。でそれを月間で、プレイヤー同士で競い合うということもあるし、そのどのアイドルさんが推されていたかっていう、そのアイドルさん間でのランキングもあるっていうのがね、なんとも48システムならではだなというところがあるかとは思うんですが、でご褒美が何なの、ランキングなのは分かったけど、じゃ あの上位に入ったらどういうことがあんのってことなんだけど、今ねこの画面に出している通り、かいつまんで言うとね、100位までに入ると、毎月限定のカードがね、そのアイドルさんの限定カードがもらえるよと。でそれこそ1位になればうんぬんっていうのも、10位だとどうこうっていうのはあるんだけど、なかなかね、それこそトップ10だ、トップベスト3だってことになってくると、後でね、今の最新のスコアをご紹介しようと思うんだけど、なかなかやっぱ、もうよっぽどこのゲーム1点でね全部やるってぐらいのね、労力とかもしくはお金とかね、もろもろ費やさないと難しいっていうような、大体ね無料の基本無料のゲームってのは、大体そうやってねプレイヤーを競わせて、そのゲーム内の上位にいる人から運営さんはね、ご褒美というか、お金をいただくというような、大体そういう仕組みになっているようなので、1位だの10位だのってのは、私はちょっとそこまではない。でこの限定カードっていうのが、仮に10位以内でしかもらえないとかだったら、もしかしたら頑張ったかもしれないんだけど、100位以内だったらね、この後ご紹介しますが、なんとか取れるかなと思っています。実際のねスコアを今ご紹介したいと思うんですが、何位かなということで、この推しメンイベント、このね NMB48 っていうのは、私正直なところ全く分かりません。じゃあなんであなたやってるのってことなんだけど、私 AKB とか NMB とか全然分かんないんですけどね、とある、海外のアイドル48がちょっとにわかに好きになっておりましてですね、でその絡みでなんかツイッターにこうコメントしてたら、あなたへのおすすめアカウントっていうので、このゲームのアカウントが出てきたんですよね。で、じゃあ48NMB も AKB もさっぱりわからないけど、せっかく48だし私麻雀好きだから、じゃあダウンロードしてみるかっていうのでやってみたんですよね。そしたらなんかね、私がどこが気に入ったかっていうとね、その別動画でも上げてはいるんですが、もう絶対麻雀知らないだろうっていうようなね、すごい可愛らしいあどけない声のアイドルさんがね、ポンしちゃダメだと思うのとか、こうここはチーしてみようとか言うわけですよ。
それがなんとも、まあ、不思議というかですね、可愛いなというふうに思って、ああ、じゃあちょっと頑張ってやってみるかなと。で、先日ね、そのガチャをして、レアなカードが取れたら声が増えるんだったらめちゃくちゃやる気になるな、課金も、辞さずかなと思ったんだけど、残念ながら声は増えないみたいなんですよね。うん、ただまあせっかくこのゲーム知ったんで、まあ月1回ね限定カードがもらえるんだったら、まあ無理のない範囲でやれればいいなというところで、今やってるんだけど、このね NMB っていうのは66名今時点でいるということを今ご紹介しつつ、私のね、可愛いなと思ってる方はこの塩月さんという方なんだけど、10位なんでね結構人気あるのかなっていうのは思います。で、プレイヤー内ランキングを今表示してますが、トップの人はね今半月経ってんだけど340万点なんですよね。これもうトップ勢ですよね。誰が1位を取るかってね、多分この人たち争ってんじゃないかと思う。で、さすがに、うん。で、10位は170万点で、これも相当やっぱね、私から見るとね、うん、ちょっとできなくはないですよ。あの、麻雀をガチでやれば多分追いつけるスコアだと思うんだけど、まあ、そこまでして1位、10位取りたいかっていう話でね、はい。で、私は今表示してますが、80万点オーバーということです。で、さっきお話した通りね、100以内に入ればってことのようなので、まずね、ゆとりを見て50位はどうなのってことで言うと50万点、割とね、だから私の80万点には余裕があるってことですね。で、ボーダーである100位ってのは30万点で取れちゃうんですよ。ということを考えると、課金しなくても、かつ、麻雀をね、そんな真剣に毎回1位、1位、やっぱ、その順位によってもらえるポイントっていうのは当然変わってきますんで、1位、1位っていうふうに毎回ね、真剣にやらなくても、ある程度力を抜いて。で、まあ、私からのおすすめとしてはですね、その、デイリー、クエストとか、デイリーミッションっていうね、毎日これをこなしてねっていう課題が出るんだけど、それをこう、淡々と1位1回取りましょうとか、リーチを1回しましょうとかあるんだけども、それをやっていれば、まあなんとか限定カードまでは届くんじゃないかなっていうのが、今思ってる感想です。で、最後にね、さっきスコア見ていただいて分かったと思うんですが、私が80万点だったんですよね、確かね。で、このゲームね、別に推し名1人じゃなくていいんですよ。何人も浮気していいんですよ。A さんを狙いつつ、B、あわよくは B さん、C さんでもできるんで、今は私そこまで余裕ないし、今回初めて参加だったんであれだけど、来月以降ね、余裕が出てくればね、塩月さんを取りつつ、ちょっともう一人誰にしようか今は検討してるんですけどね。でもポイントがね、相当、多分うまくすれば3人ぐらいは取れそうだから、うまく計算すれば。そう考えるとね、ちょっと今紹介しますけどね、誰にしようかなと思って見てたんだけど、この人はいいかな、横断さん。みんなの愛と私の愛を結びたい、ギュ段違いの可愛さ見せたんで、ゆいちゃんありがとうございます。兵庫県出身のゆいちゃんこと横断ゆいです。と、この人、大きな海からやってきたのはマナティ、みんなのパワーで大変身、大阪府出身、マナティこと北村マナです。元気系はね、ちょっと疲れるかな。なんか、のんびり系が好きですね、私。癒されたい感じ。はい。って考えると、やっぱ、今、一生懸命頑張って、コンプを目指してる。はい。皆さんは、どんな糸が好きですか？釣り糸、タコ糸、赤い糸、ね、でも、やっぱり、毛糸、はい。ということでね、今日の、まあ、このゲームに関する攻略ということでご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。どうかね、楽しい48マージャン生活をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。